さあさあさあ始まりました。本日もトーさんがお送りするセブンデイズツーナイトゼロ忘れの時間がやってまいりました。はい、ということで皆様こんばんは、ふさおでございます。いや、さっきにね、お伝えしたいことがあるんですけど、前回の動画で私デモリッシャーがワープしたワープしたってパニックになってですね、ギャーギャー言ってたと思うんですけども、じゃあ編集してて気づいたって編集中に気づいてももう遅いですよね。もちろんですね、有識者の皆さんもですね、ツッコミコメントありがとうございます。普通にね、デモリッシャーはワープなんかしてないぞと、いやそりゃそうだって話ですよね。通常通り後ろから逆流してきたのね、扉をぶっ壊して階段を登ってね、普通に上がってきただけで私の画角が見えてなかっただけっていう、マジで焦った、だからちょっと冷静に考えたらありがとうございます皆さんちゃんとワープしてなかったわはい、ということで前回の引き続きですね、まずはですね、前回のクエストの報告をしてなかったんで、これバイクよりは走った方が足速くね、本当に。ロックピック忘れちゃうから、ロックピック欲しいところもあるんですけど、ウッドスプリッター衣料品じゃないの、これだけで行くと衣料品じゃなのかな、もらっとく、こんな感じかな。よし、じゃあ続きましてどんどんクエスト回していきましょう。次は埋蔵金じゃなくてゾンビを一掃、レンジャーステーション、アルファ19からある建物でゾンビを一掃するガレージ第一工場、アルファ21からです、 1.3 キロ、これの方が良さそうだな。新しい感じのクエスト、アルファ21って私なんか全部クエストをやりきれてない可能性もあるんで、ちょっと初めましての建物もワンチャンあるかもしれない。倒せますね、よし、いけるぞ。さて、じゃあ早速今日もクエスト昼間のうちはガンガン回していきましょう。はい、到着でございます。今回のクエスト、これ工事現場か、あ、工事現場のおじさんみたいな人いますね、そこに。消防士かな、光ってますよ。とりあえずやってみましょうか、クエスト。あ、鍵外れましたね、オッケー。じゃあ早速、たまに余裕があるうちにどんどんこういう系をやっていって、まあ、でもアイテムいっぱいありそうですね。建築資材がいっぱいここ集まりそう。オッケー、でっかいゴミ箱もアサリ。いや違う、アサリは後だ。一旦ゾンビ一掃なんで、エリア一掃だから、ゾンビを根絶やしにしていってですよ。こういうトイレとかいないね。これ、関係ないゾンビだよね、この人。いや、しかも硬いし。あー、回復系か。そういうこと言ってた。お光さんだから、痛い、誰、はい、はい、いいじゃん。もう一丁、キャブレイ。関係ないゾンビに構ってらんないんだよね。でも来ちゃうよね。なんか音に反応敏感だな。ヒート値上がりやすくなってんのかな。ショットガン、いやでも前ってショットガンってこんなぐらいでしたっけ、ヒート値上がる感じ。ちょ、ヒート値の数値とかが全然わかんないから、実際どんな感じか、どんどんここまで上がってるかとかわかんないんですけど、とりあえずここ登ればいいのかな。上がって、あー、上から行くパターンのやつか。はい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 。でも知らなくもない、ちょっと待って、サッちゃんいるじゃん。ねえ、ナチュラルにサッちゃんがいるんだけど、ねえ、クエストにサッちゃんいる。ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、回復、ちょっと待った、サッちゃんがいるんだけど、クエスト内に。そんなことある、ちょっと待って、焦って今飛び降りちゃったんですけど、やばい、どこだ、サッちゃんいたぞ。しかもやりきれてない、多分サッちゃんやりきれてて、一回ちょっと今回復入れさせてもらいまして、ここにいるってく、はい、ほら見ました、今サッちゃんがクエストそんなことある、やばい、ゆけもじさんが、こいつピコピコハンマー持ってる、ピコピコハンマーじゃないんだ、しかもあれは斧だな、普通の斧。やっとく、オッケー、まだダメ、まだドゥンならない。ちょっと回復したし、ここにボックスあってゴミ箱あるで、そこはいいんですけど、おわー、そういう系か。これ袋小路金丸になるやつじゃない、弾リロードしといて、AK もリロードしてある、ショットガン、ポンプも一応ショットガン、リロードしといてと。おります。いるよね、先制攻撃、よし、取れた、ダナンス、あぶない。いや、ほんとこれさ、TI1? ねえ、TI1 のクエストにじゃあ、ちょっと厳しすぎないですか、ちょっと、大丈夫です。この、ちょっと、一物の不安があるんだけど、これ、TI6 とかになったらどうなっちゃうの、結構厳しいですよね、TI1 の割には。TI1 って基本弾とかなくてもクリアできるような作りになってません？それ気のせいですか？なんかそんな気がしないでもないんだけど、とりあえず、どんどん漁っていきましょうか。上の2階のボックスもちゃんと回収させていただきまして、これ漁るところ多いから大変だな。
あ、こっちが通常ルートだったんですかね。オッケー、これで人しきり集まったかな。これ壊すと布手に入る。あ、布めっちゃ手に入る。布がめちゃくちゃ手に入ると。あー、床はそんなですね。ロールの布がめちゃくちゃ布手に入った。これはありがたいんじゃないですか。今布が合計ほら209枚。あ、ナイスナイスナイス。オッケー、じゃあどんどん回していきますか。クエスト、じゃあアイテム全部集め切りました。集め切った感じはこうなっておるんですけど、ちょっと喉乾いてますね。お水か。ニクレーションで水分ってどう補充されないよね。ちょっと待って、喉乾いてんな。急いで、もうチリカンも喉を潤されないですよね。お水飲んでも下痢になる確率が高いから水分補充。これ一回戻ろう。よし、帰ります。はい、戻ってきました。ガソリン結構やっぱ使いますね。燃費もっとついてるとはいえって感じだから。荒地の財宝6巻、布切れを作る方法か。食物繊維、これも欲しいけどな。今はクラフト雑誌だな。オッケー、クラフト雑誌バンドルを開いて、ほら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 、まあね、まずはこっちで売れるアイテムを売ります。とりあえずティアの数も増やしたいのも山々なので、今日はもうほんとクエストガンガン回しますか。もう近いとこからどんどん行く。回収デルズカフェ、時間が許される限り私はこの最速クエストバチバチに回していこうと思って。でもガソリンもちょっとないんですよね。今 16% だから、いくら近いとはいえガソリンは一応ちょっと持ってった方がいいかな。ガソリンってもうなかったでしたっけ。あー、ガソリンがないか、逆に。あー、でも一応持ってるは持ってるんだな。持ってる分があって、これでガソリンが94、もう全部入れちゃいましょうか。で 59%。 いや、渋いですね。はい、続きましてのクエスト到着でございます。ファミレスか何かかな、ここ。はい、じゃあクエスト受けていきましょう。登るとこからやばい、やばいゾンビがいる。やばいやつがいる。これ AK どう？強くなった AK。 ちょっと待った、 AK 弱AK 弱こっから登ってきてんのかな。屋上から行きましょう系か。他に怪しいところはなくて、上から降ります。飛び降り大丈夫だね。アサリは後で。ここは解除済み。解除、施錠、解除。はい、右左、右から来る。まずつるっとした人、つるった人、人いるな。どっかにいる。幸子がどっかにいる。ちょっと待って、後ろから、後ろいるじゃん。ちょっと待って、まだ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 、全然ティア1じゃねえ、ティア1じゃねえ。なんだこれ、どこにいる幸子。どこだ、見えない、見えないぞ幸子が。ちょっと待って、こっちか。これ施錠済みだ。こっちか、会場。どこだ、どっかでギャーギャー言ってるんだよ。あー、やばい、前が見えない。ちょっと待って、これはかなりハードル高い。どこだ、いた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 。しかも光ってる、光ってる。ちょっと待って、ぐるぐるいってる、ぐるぐるいってる。あー、狂犬病、狂犬病、狂犬病。やばい、いや、もう一匹いる、もう一匹いる。はっ、よいしょ。おい、クエストでナチュラルにサッチャーいるのマジでほんとやめてほしいんですけど。あ、回収しよう回収しよう回収しよう。とりあえず回収すれば、やられたとしても失敗はなりませんから。なんかもう見たことないゾンビとかもいっぱいいるし、すごいなんか大渋滞起きてんな。ほら、どんどん来てるわ。サッチャの叫び声に呼ばれて、ノーマルゾンビたちが、やばいやばい、野良か、野良ゾンビたちがいっぱい来てるわ。あ、こっから入ってきたのね。あー、で、こっから来てると、はい、オッケー、とりあえずやってるけど、行きましょう、行きましょう。はい、はい、よいしょ、はい、ダメか、いける、大丈夫。ヘッドショット、頑張ろう、ヘッドショット、よいしょ、あと違う、ぶなー。あ、で、ここ美味しいものボックスね。もう、さあ、あのさ、普通のクエゾンビにさ、サッちゃんいるっておかしないっすか。それよ、美味しいものボックス回収します。これの意味、これの意味。あ、 HD の本やっと出ましたね。でも持ってるんですね。もう読んだ後だから解体します。はい、読みます。ちょっといろいろつらいね。あ、金庫あります。あ、出たよ、ロックピック持ってくんの忘れてるから。前もほんとにすぐロックピック持ってくんの忘れる。もうとりあえず壊しましょう。あ、でも、オーガであっという間に壁金庫壊せるわ。あ、こいつありがてえ。よし、回収していきまーす。弾薬の小山回収して、で、逆流しながらアイテムを集めていけばいいわけで、飲み物あるかな？お水しかないな、相変わらず。もうさ、味噌汁とかでもいいんですよ。缶詰の味噌スープとかでもいいんですけど、それすらないね。もう一回調べれる。何回でも調べれるな、このカバン。ATM、あ、出ました。ATM もオーガがあれば、あっという間に、もうロックピックなくてもいいね。
もう品質落ちるかもしれないっていう都市伝説はまだ分かんないんですけど、はい、お金回収667円。はい、こっから回収します。あ、買おう。ユッカジュース1個買っとこう。喉乾いてやばそう。やばいですもんね。今 52% しかないから、とりあえずユッカジュース買って飲んで、これで、ええんちゃうん。よし。で、あとは、手洗いとか、いや、ちょっと待って、手洗いから普通に水出たわ。買った瞬間に出るっていうね。そういうことだよね、やっぱりね。OK、これで一周回収しきった感じかな。あとはキッチンのこの部分からシンクのところと、あとゴミですね。ゴミも結構ほら、これゴミってちっこいやつの回収率がすごいね。あ、上にもあるわ。取りこぼしおじさんしてますね。この辺の段ボールとかも回収しとい。これちっこいゴミ。これ、ほら。結構うまくないですか？ちっこいゴミ結構うまいんだよな。で、これでシャッター開けて、帰れると。あ、ここ。目の前のこれ、壊してないわ。ここもちゃんと回収します。缶詰。これ出口ですもんね、最後。ゴール地点だから。この車とか、あ、でかいゴミ箱もありますね。回収しといて、段ボールも回収します。で、でかいゴミ箱も回収して、手前のゴミも回収。ここも回収。OK かな。普通のゴミ箱も回収。よいしょ、一通り回収終わりました。読める本は読んでいって、解体するものがあればなんですけど、あ、これ何これ？ 50AE 弾、50口径ってこと？やっぱなんか拾えるものも増えてきてますね。これも解体、解体、預けれるものは預けます。OK、じゃあ早速報告しに行きましょう。はい、到着いたしました。レクト君、報告。クラフトスキルバンドル 7.62、ゲットハンマー 7.62。いやー、クラフトスキルバンドルひたすら。あ、もう一個もらえる。あ、自転車。あー、迷うね、これ。食品バンドルか。ちょっと、でも自転車も乗ってみたいですよね。自転車の改造パーツとかで、なんか爆速になるらしいんですよ。あ、来ました、特別な仕事。ティア2出たー。次のティアナイス。次はどこへ向かえばいいんだろう。もう知ってるかな私。3.6キロ E 方向、 E 方向に 3.6 キロってさあ、もうそこのジェーンはもう行ったことあるんだな私。ここね。おー、じゃあもうとりあえずもう知ってるけどな。そこ、そ、3姉妹ってことも知ってんだ。よし、じゃあ早速ティア2に進みましたんで、もう行ったことありますけど J のところ向かっていきますか。はい、2回目の J のお店到着でございますと。さてさて、行きましょう行きましょう行きましょう。昨日ぶりで、昨日ぶり、まだ生きてるわ。あの子やったと思ったら OK。 よし、昨日ぶりの J さんですね。早速トレーダー開拓していきましょう。ネット、はい、J、お待たせ。これでまたクラフトスキルバンドルをもらって、あ、そうだ、ジェーンのところにさ、あれ売ってない？ B か、売ってる。1350円買うナイスジェーン。あ、しかも抗生物質持ってるわ、買っとこ。あ、ナイス、いいもんもんじゃん。じゃん、いいの揃えてますね、さすがジェーンさん。あとはテクノロジー中毒7巻、ロボスレの攻撃速度、財宝5巻、ドアの破壊時真鍮が入手できるようになる。ダイダスト6巻、しゃがんでダッシュ中スタミナ消費がなくなる。マグナム執行者、あ、被ダメージ 5% 減少か。結構いいの揃えてますね。ただでもまだ我慢して買わない。他にいいもの、あ、ダブバレ売るようになりましたね、2連ショットガン。あー、やっぱ品揃え毎日変わってるだけあって、ちょっとずつちょっとずついろいろと更新されてますね。あ、炉とか作業台売り始めてるわ。あー、商品ラインナップもだいぶ良くなってきた。あー、まあダブルポケット改造パーツが1080円で売ってる。まあでも今とりあえず全部ついちゃってるからこれ以上つけれないんですけど、オタクゴーグル、あーあー、いい、やっぱ商品ラインナップも日に日に良くなってってますね。とりあえずちょっと一回このバンドル開けてないんで、これを一回読まさせてもらいまして、いや、ちょっとビーカー持って帰りたいな。仕事ありますか。夜間クエスト、夜間クエスト、ゾンビ一層、ゾンビ一層、北に 281m、 埋蔵金結構近い、埋蔵金310と210、これ近い。夜間限定、夜間限定、ゾンビ一層、クレム艇アルファ17394m、 唯一これが受けれるティア2。よし、近いですからね、これが一番。よっしゃ、じゃあ早速ティア2のクエスト回していって、昼間のうちにね、なんとか解決していきましょう。ここだ、ここですね。カレン艇、違う、こっちだ。もう一個こっち側のクレム艇アルファ17から、これは昔からある建物っぽいですね。さて受けていきましょう。ゴミ箱、いや、漁る前に先にだね、漁る前にクリアしていくっていうことを念頭に置いてですね、
しゃがみます。これいるやつだな、知ってんぞ。こことか叩いたら多分割れるんでしょうね。アイテム出てきそうな感じなんですけど、しゃがんで、ハイズレ、ハイズレも硬いね。やっつけといて、エリア一掃なんで今回はゾンビを全員やっつけないといけないんですけど、早速降りて扉、ここいるもんね。ここにいるのは分かってんだよ。そこにいるのは分かってんだ。硬いね、このゾンビ。しかも OK、 臆することなく倒していきましょう。で、こっち開けて、もうしゃがまなくていいかも、別に。しゃがまなくてよくて、野良ゾンビがもうそこにいて、そこは分かってて、ガンガン突っ込んでいく。やっていこう。やべ、光ってんな、光型がすごい。なるべくヘッドショット狙っていきます。はい、狙っていきます。はい、狙っていきます。 OK、 いい感じのヘッドショット。後ろから来そうでめっちゃ怖い。扉閉めといて、ここ何もいない、もうやっつけ終わってる。ここはいない、ゾンビ。そうだからな、急いで一掃しましょう。ここは回収じゃない、これ施錠済み。この下だね、リロードしたし、扉開けたところいない。外の野良ゾンビがめっちゃ声聞こえるからさ、怖いんですけど。一撃やれてる、一撃やれてる。またなんかやべえやついる、なにこの子。ちょっと待って、やちょっとちょい、見たことない変異体がいる。しかもめちゃくちゃ外が叫び声がすごい。こっちか回って、ここいそうだな、ゾンビ。いないね。あー、これ知ってんぞ、ここいっぱい来る。あれ、知らない、私が知ってるのちょっと形が違うね。野良ゾンビの声が、ここいるいるいる。おまわりさん、ちょっと待って、違う人から来てる。後ろ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 、やってく、距離取ろう、距離しっかり距離取って、おまわりさん、はい、よいしょ、はい、オートショットガン、困った時のオートショットガンでなんとかやれる。オッケー、あとは、あ、トレーナーと話すになったね。オッケー、ありがとうございます。これね、あ、違う、感染してる、V が壊れて感染してて、ちょっと待って、一旦回復入れとこう。で、お腹が空いてるけど、お腹空いてるけど、ちょっと待って登れへんやないかい。ちょっと待って、これブロック積んで登ろう、一旦。こういう時は一回ブロック積んで登って、外がやばいですね今。とりあえず壊して、美味しいものボックス回収させてもらいまして、弾薬の小山、こっからボックス、これは解体。もう外がやばいな、なんか外の音がやばい。クレート、シャムウェイのクレートの中に食べ物入ってます。これ食べといて一旦。で、こっちもお薬回収しといて、いや今ゆっくり回収したいんだけど、もうめちゃくちゃいるんだよねそこに。でもうやっちゃいますか。はい、いらっしゃい皆様。ちょっとだよ、いきなり来る、やめてもらっていい、びっくりするから。どこから来たのあれだ。 OK、 やった。で、バイクあって、バイクの中にご飯入れてませんでしたっけ私。あらら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 、チリ缶食べて、大型ニクレーションも食べときます。で、本もついでに読んどきます、預けときます。と、あ、他のものを預けといていいね、これね、この辺はね、預けといて。いや、抗生剤使うのもったいないですね、せっかく買ったのに。蜂蜜でなんとかしたいけど、感染値 10% ってまあまあ上がってますね。ちょっと急いで回収しよう。やばい、めっちゃいる、ここにゾンビ。ちょっと待って、ここか、破壊されてるわ、破壊されてきてる。あ、でも昼間のゾンビ言うて一撃で倒せますね。おー、なんでだ、火力が上がったのか私の、それともゾンビが弱くなったのかわかんないですけど、意外に倒せました。よし、一通り回収 OK ですね。一回ちょっとこれ急いで戻って、いやいや、ジェーンのお店に蜂蜜ぐらい売ってないかな。いや、ちょっととりあえず報告しに行きましょう。はい、到着です。ジェーンさんはとりあえずまだ、ハンタージャーナル6巻、励ましのダメージ量 10% 増。あ、これもいいな、ハンタージャーナル。クラフトスキルバンドル、いやでもクラフトスキルバンドルだな前半はやっぱり。で、クラフトスキルバンドル開けて、覚えて覚えて覚えて、で、持ち物を見させていただきまして、ないか、さすがに蜂蜜まではないか。添え木鎮痛剤、ビタミン剤、アロエクリームですもんね。あー、これ切り株叩いて、ちょっとまあ化学ステーションも作りたいんで、私はちょっとジェーンさんのところのクエストは一旦ここで保留玉にさせてもらって。やばい、バイクの耐久がやばいな。修理キット持ってきた？いや持ってないんじゃない、ほんでまた。うわー、やったな、バイクの修理キットないからちょっと丁寧に乗ってかれなくちゃいけないんですけど、帰りがけにちょっと蜂蜜も探していきたいところも山々。一旦はこの道順で帰るか。うわー、切り株あった、ちょっと待って、切り株チェックだけさせてもらいまして、で、切り株も斧がないんだよな。これで取れる、どう、
いやダメか、やっぱオドじゃないとダメっすかね、蜂蜜取ろうと思うと。切り株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 がありました。回収します。オーガで叩いても蜂蜜出た、これ出た、これ感染 11%。 とりあえず一回蜂蜜飲んどいて、これどこまで下がるか分かんないですけどね。とりあえずこれ OK。 違う、今お腹が空きすぎてえらいことになってんだ。ちょっと待てよ、食べたいんだけどゾンビが邪魔してくるな。ご飯を食べさせていただきたいんですが、ちょっと君たち、アイテムこの中に缶詰あって、缶詰食べさせてもらいまして、いやもういるわ、ちょっとちょっと待って、違う、これじゃない、これじゃない、これじゃない、これそれこれあれ、いや来てるよ来てるよね。OK、とりあえず活気入れといて、いやもう忙しいな。古いシャムサンド食べて下痢になっちゃうかな。シャムガチャもう一個、もう一個シャムガチャいけるか。で水飲んでセーフ、オーケー、これとりあえず大丈夫なんじゃない。よし、これで帰れる帰れる。やばい、バイクの耐久が632しかない。あと慎重に帰ろう。オッケー、なんとかバイク大破させずにようやく拠点まで戻ってくることができました。ありがとうございます。よし、感染も治ってる。痛いな、痛い痛い痛い、誰かに撃たれてる、誰かに撃たれてる、撃たれてる、ちょっと待って、 HP がない、ちょっと待って待って、やばい、誰かに撃たれてる、私誰かに撃たれてる撃たれてる撃たれてる、ちょっと待って、ちょ誰か撃ってきたな、あいつ、ちょっとやっつけよう、まずこっからこっちからやっつけよう。なんかやべえやつがいる、痛い、何、なんでなんで食らった今、おかしいでしょ、なんで食らった今、はぁ、貫通弾か、どっから撃ってきた。ちょっと回復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 、一回ちょっと、もうこれもったいないからこっちで回復させてもらいまして。うっそ、なんで今食らった、こっちいなかったよね誰も敵、やべえ、貫通、壁貫通してくるやついる、どこだどこだ、壁貫通してくるやついる、どっかから壁貫通でだんだん撃ってくるやつがいた、どこだこれ、違うよね、この子じゃないよね、違う違う、ほら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 、何、ちょっと待って、わかんねえ、なんかに撃たれてる、私ねえ、何かに撃たれてる、ちっちゃいやつ、ちっちゃいおじさんとかいる、こっちか、でもこっちの方から撃たれた気がし、いやでもさっきはこっちの方から撃たれた気がしたんですけど、何、え、めちゃくちゃ怖いんですけど、え、気づいてないだけ、 みんなさんには見えてます、私にだけ見えてないだけ、ダン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 ってさ、どっから撃たれた今、いや一番怖いのは拠点の中にいたのに HP 減ったんですよ、撃たれて、でしかもなんかずっと撃ってくるわけじゃなくて、え、どこから撃たれたのよ、ちょめっちゃ怖いじゃん、いや撃たれ、急に撃たれなくなった、ほんで怖っ、ちょっと拠点の中でさっきこうやって見てたらさ、私撃たれましたよね、明らかに正面にいなかったから後ろからかなと思って、下からか、超怖いんですけど、まあでもとりあえず一旦戻ってきましたんで、荷物整理整頓してですね、ケミストリーステーション作りたいと思います。これですね、まずは酸入りボトルと鉄パイプと、調理鍋は前回これかまどで作っといたんであります。で連鉄もあります。で今回はビーカーを買ってきたので、ビーカービーカービーカーあります。これで作れますね、いきましょう、科学実験ステーションクラフト開始です。